皆さんこんにちは、翔太です。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り、個人的な希望サンフレッチェ広島移籍予想選手について計4名ですね、紹介していきたいと思います。コンフというところも、まあいつも通りですね、このサンフレッチェ広島の移籍情報というところはまあ出ず、まあ放出というところで言うと浅野雄也選手が決定的であったり、まあすでに決まってしまった鹿島アントラーズ藤井選手などが、まあ放出のところはですね出ているんですけれども、まあ加入選手というところは未だ一つも本当に出ていない状況で、まあ来年でもしかしたら ACL 含めて、まあ過密日程叩く状況になっている中で、本当に大丈夫なのかっていうところがありますので、まあ今回紹介する4選手はこの広島に合いそうだな、プラス、まあ、個人的にもこの選手広島で見てみたいなというところを含めて、まあ、本当にね、上げたらキリがないんですけれども、まあちょっと現実にある選手含めてですね、計4選手紹介させていただきます。この紹介はですね、コンオフというところ様々な企画も用意して、オフシーズンも盛り上げていきたいと思いますので、2万人、3万人に向けて、挑むこの紹介もぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで早速紹介していきましょう。はい、ということでですね、早速、1人目から紹介していきたいんですけれども、今回ポジションというところは本当に、コンオフとのサンフレッチェ広島ですね、まあ、主にウィングバックであったり、まあ、シャドウ、ミッドフィルダーというところがね、個人的な補強ポイントなのかなと思っておりますけれども、ウィングバック右が1人、左が1人、で、シャドウが1人と、まあ、セントフォワードとシャドウできる選手が1人ということで、計4選手ね、紹介していきたいと思います。もちろんね、ウィングバックの選手を複数選手挙げたいなど、個人的な、考えはありましたけれども、まあね、そこはバランスよくということで今回紹介できたらなと思いますので、そこはご了承ください。また、このね、動画を見てくれてる方でも、この選手いいんじゃないかなどもあれば、ぜひぜひね、コメント欄に書いていただけたらなと思います。はい、ということで早速1人目から紹介していきます。1人目が左ウィングバックを主戦場とする、ヴァンフォーレ甲府の27歳、荒木翔選手を紹介させていただきます。この荒木選手は今季 J2 のヴァンフォーレ甲府で35試合に出場し、1得点2アシストを記録しています。国士舘大学を卒業後、2018年にヴァンフォーレ甲府に加入。初年度こそね、出場機会は少なかったものの、そこから着々とこの荒木選手は成長を遂げて、昨年はチーム唯一となるリーグ戦全42試合に出場しました。昨年のオフもこのリーグ戦全42試合に出場した経験をもとにですね、J1 の複数クラブがこの荒木選手に対しオファーを申し出たものの、結果的に断り、このヴァンフォーレ甲府への残留を決断しています。また、始まった今季というところでは、今季途中までですね、荒井選手という選手がキャプテンを務めていたものの、シーズン途中でクラブを去る形となり、その後釜として新キャプテンとして、この荒木選手がキャプテンを務めていました。リーグ戦の残留争いを含めて苦しいシーズンではあったものの、結果的にシーズン通してみるとクラブは残留、そしてクラブ初となる天皇杯優勝を決めています。166センチと身長は低いながらも対人にも強く、左利きということでですね、このチャンスも演出できる、この荒木選手、個人的に広島に合うんじゃないのかなというところもありますし、まあ、この甲府から広島というところでですね、これまで佐々木翔選手だったり、稲垣翔選手など、まあ、翔続きのね、移籍が多いということもあって、まあ、この荒木選手ももしかしたら移籍あるんじゃないのかなということで、今回、紹介させていただきました。まあ今言った通りですね、このヴァンフォーレから広島へ移籍するっていうのは、まあ昨年、一昨年かというところであったら、今津選手であったりと、本当に、まあいい関係を保ててくれている、ヴァンフォーレ甲府はですね、本当にいいクラブなのかなと思いますので、まあ安心安全のヴァンフォーレ甲府から、今回の左ウィングバックを主戦場とする荒木翔選手、紹介させていただきました。はい、ということで続いて2人目、シャドウの選手紹介していきます。24歳の J1 北海道コンサドーレ札幌に所属する、小柏選手紹介させていただきます。この小柏選手は明治大学から2021年に北海道コンサドーレ札幌に加入をし、クラブとして9年ぶりとなる開幕戦先発を果たしました。今季こそね、コンディション不良などもあり、13試合2得点3アシストという記録にとどまったものの、スピードやテクニックで相手を翻弄し、初年度からですね、30試合7得点5アシストを記録するなど、このね、小柏選手は本当に J1 でもトップクラスのスピード、テクニックを兼ね備えた選手だと言えます。正直今回この広島への希望移籍選手として紹介させていただきましたが、現実的に見るとですね、この広島への移籍っていうのは正直かなり可能性は低いと思われますし、もし移籍するとすれば、まあ、海外移籍が有力なんじゃないのかなと思います。
まあ、ですが、このね、ぜひ広島でも、この満田選手であったり、森島選手とタッグを組んで、見たいなというところで、今回紹介させていただきました。また、先日紹介した北海道コンサドーレ札幌へ、現在ね、サンフレッチェ広島に所属する浅野雄也選手の移籍も決定的という状況が出ておりますので、まあ、車道もね、ちょっと混雑している北海道コンサドーレ札幌ということで、ぜひね、トレードなんかもありなんじゃないのかなということで、今回紹介させていただきましたので、まあこれからのね、小川選手の移籍情報、まあ残留する含めてですね、注目して見ていければいいのかなと思います。はい、ということで続いて3人目。29歳の J1 アビスパ福岡に所属する山岸選手挙げさせていただきました。まあ、山岸選手はもうね、言わずもがな J リーグサポーターの中でも大人気の選手ですし、今オフの移籍注目選手の一人だと思われます。この山岸選手は2020年にモンテディ山形からアビスパ福岡に移籍をし、今季は34試合に出場し、10得点2アシストを記録するなど、この山岸選手としても2桁得点を取るなどですね、充実のシーズンを送れたと思います。この山岸選手は183センチと、まあ、空中戦などヘディングもね非常に強い選手でありながら、まあ、周りを活かせたり一人でも完結できるという万能型のフォワードの選手だと思います。またこのね、写真でも出ている通り甘いマスクというのところで、まあ、女子サポーターからもですね本当に人気の山岸選手ということで、まあ、イケメンが多いこのサンフレッチェ広島に加入するのもありなんじゃないのかなと思っております。正直、この選手をですね広島が獲得することができれば、まあ、シャドウもできるし、センターフォワードもできるということで非常に、その他の選手含めてですね広島にバリエーションをもたらしてくれる選手だと思います。まあ、ですが先ほども言った通り今季ですね確実に J1 でも注目を浴びている選手だと思いますし、現実味があるかと言われると正直ね可能性として難しいところはありますけれども、まあ、候補確実に、まあ、残留であったり移籍含めてですね注目の選手だと思いますので今回取り上げさせてもらいました。まあ、もしですね広島に移籍する機会などがあればぜひぜひ来てほしいですし、この満田選手、森島選手などともタッグを組むねこの山岸選手見てみたいなと思いますので、今回3人目として山岸選手紹介させていただきました。はい、ということで続いてラスト4選手目紹介させていただきます。こちら J2 のロアッソ熊本に所属する27歳三島選手挙げさせていただきました。このね三島選手知らない方多いのかなと思いますので軽く、紹介させていただくと、もともと世代別代表にも選ばれた経験もたくさんありますし、まあ、今季というところでフォーカスするとまあね、皆さん知っている方であるであろう、まあ、京都サンガヨシーとの J1 入れ替え戦まで、このロアッソ熊本の躍進に大きく貢献した選手の一人です。今季 FC 岐阜から、このロアッソ熊本に加入をし、序盤こそ出場機会というところはそこまで得れなかったものの、シーズン終盤から欠かせない選手となり、結果的に32試合に出場し、1得点2アシストを記録した選手です。この移籍が実現するとすれば、もちろんね、今季 FC 岐阜から移籍してきたということもあり、移籍金が発生してしまうと思われますが、まあ、ちょっとね、想定外でもあった藤井選手の移籍含めて、リギュウィングバックがかなり手薄な状況になっておりますので、今回この三島選手リストアップさせていただきました。個人的に今シーズン全部の試合をですね、このロアッソ熊本三島選手含めて見ることはできておりませんが、まあ、要所要所見た中本当に、いつもですね、波のないプレーを三島選手繰り広げてくれていましたし、まあ、ロアッソ熊本でもこのね、サイドバックではなくウィングバックを経験しているということで、まあ、広島に加入をしても即フィットできる、まあ、ウィングバックのね、難しさであったり、ポイントというところですね、熟知しているのかなと思い、まあ、今回一人として挙げさせていただきました。攻撃力というところ もちろんそうですけれども、まあ、内側への絞りだったり、まあ、守備範囲というところもとてもね広い選手でもあると思いますので、まあ、ぜひね広島でも見たいなというところを含めて今回 J2 のロアッソ熊本に所属する三島選手を4人目として紹介させていただきました。はい、ということですね、今回は、まあ、個人的な、まあ、自己満というかちょっと妄想なところも入りますけれども、コンオフ獲得してほしい選手ということで個人的な選手計4選手紹介させていただきました。まあ、ちょっとね広島というところは本当に情報が出ないで有名な、クラブではありますけれども、広島サポとしてはちょっと怖い、早くね獲得の情報が出てほしいというところを含めて、まあ、今回待ちきれなかったというところであったり、気になる選手をですね広島に合う選手4選手紹介させていただきました。また今回の動画見てくれた方で広島に合う選手であったり、この選手いいんじゃないかなどもあればぜひぜひコメント欄でお待ちしておりますということですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。まあ、コンオフというところ、サンフレの情報であったり、J リーグ移籍情報、また、現役選手とのコラボなど、様々な企画用意しておりますので、
ぜひぜひね、チャンネル登録、高評価で、お待ちいただければなと思います。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた。